まだ弱い。それは商業デザイナーをすることです。これはあなたなんでしょう、きっと。こんな私がどんな場所に行って、どんな扱いを受けて、いろんな人から、それでも声の届く人がいて、こうやってアウトプットすることは自分自身を救ってる行為なんでしょ。伝え続けることは私は諦めたくないなと思ってる、単純に楽しいし勉強になるなっていうのを最近思ってきて、そういう副次的な産物もあるから、あ、ここ皆勤賞狙いたいなってまあ次の12月までは絶対皆勤賞行こうと思っています。なんでまた会える方は会えるそうね、スタメン。これから農業法人を建てて、ちょっとそこで社長になるかもしれない、それが愛知なんですよっていうのもあって、結構来やすい距離なので来てます。買い取ってやろうっていう感じで、ドイツとアイルランドと日本が混ざってます。子供のお名前は、子供の名前カオルちゃんって言います。上の子がちなみにレイちゃんで、エヴァンゲリオン姉妹にしてます。そういうこと、間に合うかもって言ってたんだよね。そう、嘘つきです。今日来た理由はちょっと半分やけくそっていうこと。大丈夫なの？定期健診組で宇宙子さんのセッションを受けに行ってるんですよ。 2,3 年前からずっと続けてるのが、私を育むっていうのをちょっとテーマに自分を育てて、てで今年は私を育みながら自分の小さな願いから全部無限化していくっていうのをテーマにしてるので、なんかじゃあちょうどいいんじゃないってなって、いろいろもっとやりたいこととかを二十歳に残していきたいなと思って参加しました。私もあの農業をやってるので、なんかちょうど種まきとかがいいなと思って、ね、じゃあムーンちゃん行きましょう。ムーンです。夢に雲、雲すごいよね。みんなの月様ムーン、本名なんだよね。1回目は何で来たんですか？1回目は中古さんに会いたい。あ、1回目はね、なんかプライベートセッションを前日にやる、がっつり語り合うをやって、次の日夜で、私が分からないっていう状態で初めて来たら、そうなんだ。そう、ちょっとずつ春に向けて動けるかな、みたいな気配を感じてきたんで、今日またみんな、あ、じゃあちょうどよかったね。新参者新参者ね。もともと神奈川で竹やってたんですよ。素晴らしい。やっぱここに来る子たちは、まあ、春って言ったらやっぱ竹のシーズンだし、宇宙子さんって何みたいな、どういうことと数日間 YouTube を見て、ちょっと行かなきゃいけないわ興味本位もうなんか今日のボスはここな感じがする。竹やってないです。長野は登山が必須、ね、結構アクティブなんだね。さらに違うんですよ、暗い子なんですよ結構。今日嘘つきが多いね。山にいたから共感覚って分かります？色を言葉に感じたり、言葉を味に感じたりみたいな感じで、それが共有できなくて、ずっとここまで来てて、で初めてそこで石を学んで、そうすると魔女の世界とか知るじゃないですか。大子さんのなんか検索っていうか、アンジョのウィッチクラフトで日本で発信されてる人ってあんまり見さないですよね。でガチガチのそうガチで、かつ中古さんって社会人としてもバリバリじゃないですか。その感じっていいと思って、またいらっしゃらないですよね。そうですね、バランスいいんですよ、やっぱマガマガしすぎるじゃないですか。あ、そうそうそう、マガマガなの。そうそうそう、何マガマガ、マガマガしくなりすぎる。いや、まがまがしい人たちばっかだから、やっぱ見つけるとハッてなるじゃないですか、こんな洗練された美を持って発信してる人。わかる。そう、ダサくない。そう、ダサくないし、うさんくないし、なんかね、そのバランス感覚ちょっと学びたく
ってきてる。私 M 系でして、何のカミングアウト、まだ冒頭なんだけど相談されるんですよ、悩みを。で毎日すごい長いメールが来るんです。でもう卒業するお話はしたいなと思って、なんか宇宙ごはんのキャラって表明されてるじゃないですか、いろいろ来んなってね。そういう決意っていうのを感じたので、今回だと思って。なるほどね、なるほどね。ミヤマスズです。かわいい。これはウサギをイメージしたんだよね。耳です。気づいてます。発表、これ何書いたの？ウサギとお花。いいじゃんいいじゃん、今日ウサギさん出てくるからね。はい、美女です。花です。かわいい花じゃん。何するのが楽しみ、魔女の家で？絵を描く。イエーイ、描くぜ。その看護師をもともとやっていて、で子供生まれて復帰を取って復帰したっていうところから、なんかちょっとずつ自分の考え方とか価値観とかが変わってきて、うん、で栄養医学、医療の現場から違う方に行きたいなっていう気持ちが出てきて、仕事をもう辞め、子供と過ごす時間も大切にしたいなって思って、変わってきた自分と、うん、プラスやっぱそういう西洋医学じゃない方法で何か人の役に立ってたらいいなって思いが強まってきて、自分の好きなその自然療法とか、そういう方向からこうアプローチできるようになりたいなって思って、いろいろやっていくうちに、まあ、勉強としてそのビジネスみたいなところも学んだ時に、いかに集客するか、いかに収益を出すかみたいなところにぶち当たって、なんかそうじゃないんだけどなって感じたところで、ジュコさんのスレッドかなんかで見つけて、でなんかそこで、あ、これだみたいになって、風の時代とかよく言われてる中で、自分の富豊かさもそうだけど、それだけじゃなくて、そのリタっていうとこがすごいピンときたっていうか、自分を豊かにするために、まあ、お金も必要だし、そういうのも欲しいなっていう気持ちもあるけど、バランスも取りたかったし、まあ、今から始めていくにあたって、やっぱ自分がずっしりどっしり整えた状態で、自分ってまずどんなかなっていうところに立ち返ってから始めたいなって思ってきました。すごい、昨日もね結構同じような課題を、うちの子に反応する資本主義へのアンチテーゼみたいな人がいっぱいいるのかもしれないね。みんなが流されるようにさ、うん、そのビリチュアルとかしてるけど、うん、だいぶ進行してるなっていうリール広告とかいっぱい見るじゃない。これに疑問を抱かない人たちがこれだけいるんだっていうことが疑問、違和感。ここに来る方は多分自分で考えて、自分で思考して、うん、自分で決めて自分で歩んでいく人たちが来るんだろうなって。夫とのなんかパートナーシップじゃないけど、こうやっていくにあたって、私とすごい真逆な性質を持ってる人で、とはまず疑いから入るみたいな感じのタイプで、私がこうここ1、2年でこう結構いろいろ変わってきてるところに、多分ついてこれてないというか、ちょっと拒否的というか、私の中ではちょっとこうズレを感じているから、関係性を修復していきたいなっていう思いがあって、それの種まきも今日したいなって思って。なるほどね。緊張してる？大丈夫だよ。今はね、こっちしか切り取ってないから大丈夫だから安心して、ちゃんとこっちに向けてる。そんなに映したかったか。この辺がいいかな。でも一緒なんで、この子。あ、そうなの。そうなの。そうだって。オスタラのサバトに来ようかなと思った理由は、うん、3年前くらいから、うん、まあ、いろんな事情があって普通に働けなくなっちゃったので、うんうん、あの B 型事業所っていう場所で、クリエイター系の B 型事業所でいろんなものを描いたり作ったりとか、動画作ったりとか絵描いたりとか、なんか何かデザインしたりとか、そういうのを勉強する場所でいろいろやってはいたんですけど、場所によってその評価されやすい表現の仕方っていろいろあるじゃないですか、うんうんうん、私はすごくアートをやるのが好きなんですけど、実際そこで評価されてるのが、まあ、コミックイラストのような感じの分かりやすい感じのイラストが評価されることが多くて、そうなりたかったけど、私もコミックイラストを描けるようになりたかったけど、でもどうしてもそうはなれなかったっていう、いろんなこの心の中のぐちぐちが混ざり合ってしまって、一回落ち込んでしまったんですけど、コミックイラストにもなれなかったって。でも自分の表現はちょっとあったのにもかかわらず、それを自信持ってやることもできなかったみたいな、これからどうなるみたいなことをいっぱい考えた結果、じゃあ私が好きなやり方でもうやっていってみようみたいな、
で今までちょっと自分の表現をやるのが怖かったんですけど、うん、今年からは自分の表現私が見せたい描きたいものをどんどん模索していって、うん、いやこれが私なんだみたいなこうやってやっていきたいみたいな、うん、こういう風に見せたいそういうのを掴みたいなってでもまだ怖いからこうもっと自信を持ちたいのとあと自分の本心内部のことがもっと知りたいって思ったから、うん、今日はパラレル宇宙子さんのところに飛んできました飛んできましたお友達連れてとかそっかいやそのさっき話したさ文鳥になりたいって思ってさどういうことあの文鳥を飼ってて文鳥大好きなんですけれど、うん、と接していくうちにサイズの割には存在感が大きいんですよ愛情もすごくあるしでも理不尽に怒るしへなんか怒るの文鳥って怒るんですよなんか指先が嫌いとかその音気に入らないとかへ悲しいなって思って一人でこうブーンってなってたらピャンって飛んできて、うん、ずっと肩に乗って一緒に過ごしてくれたりとか私さすっごい神経質だからさ深夜作業して明け方鳥のさえずる音ですごいぶち切れてたりしてたけど反省するねでも文鳥になりたいまで気合いだねぴったりじゃんかも自分の声を聞くっていうことの練習をしてほしくて、うん、だいたいみんな内観するときってああ本当の私の気持ちってこうなんだっていうところまで行くんだよみんなこの辺まで、うんうん、でも今日はおすたらって言って種まきとそこから成長していくっていうものをテーマにしたサバトだからその先の希望その希望をより現実的に具体的に地に足のついてない方たちすごく多い今スピリチュアルブームみたいなものもあるしさ現実を無視してる人たちってとても多いと思うんだよでも私たち人間だし現実を生きてこそなんだよね夢だけじゃ生きていけないじゃん地に足つけてそれは大前提でお金を稼ぐとかあんまりビジネスの方に寄りたくないっていう気持ちも私はすごいわかるでも現実とのバランスをとっていくって私はねだからこそ必要な力生きていく力だと思っていてそこまで最後落とし込みたいんですよ今日はよくしてるスカちゃんはねもう内観を飛び越えてトランス状態魔女だけにねつかちゃんもあれだよねリモワールとかさ魔術日記でさ、はい、例えばタロット引いて今日の自分の心と照らし合わせてって書いてるじゃんそうですねそうだからおのずと多分内観はしてると思うんだけどせっかくなんでねあのがっつりでは何ない大丈夫飛んでいいねまきと成長がテーマのおすたらサバトは具現化人間の宇宙古式やり方で地に足をつけた現実的な内観をメインにここからなんだよね本当の内観は成長させるために私がこれをやっていけばその成長した先の望んだビジョンに絶対いけるぞっていうプランがね自分の中でパパパパパって立てれるところまでいけたら最高最高です最高オスはあるってよ強いよねわかる京子さん強いよ強いよオスもさやっぱ石扱ってるだけあるからそれでさみんなの彼氏って言われますすごい女性的なさ嘘ついてるじゃんみんなにちょっとなんかインスタライブとかもうめちゃくちゃ可愛いのお会いしたかった理由が分かりました強いかっこいい女性なんだろうね実体験は参加された方たちだけの宝物、うん、私でもすごい絵描くことには苦手意識ありますあでもいいじゃないそういう顔で楽しんでほしいな宇宙子さん見てみてやっぱ社会性欲しいって思うすごいそんな風に社会の中ではすごい見てたから机の上エピソードが好きすぎるいやね立ってる皆さん私のお葬式に参加してくれて叫んでたらしいやんば高校2年生で机の上で叫んでたらしい先生はその時何をしてたんですか、授業してた数学でしたねクラスにいたかったの手に負えない認定されてるかもしれない止められないだろでも授業には出てるからねなんでって感じだよね有り余るパ
ワーをさ、自分でどうしてないか、ね、すごいなぁ、自制できるようになった、だから今ここに立ってられる。じゃあちょっと表明と自戒を込めて話しますね。はい。聖書読まれるんだ。ちょうど。似合う。似合う。で最後ここ。間違った。新進党入っちゃった。ミスチャーです。自分ワクワクしたことはのめり込めるんですよ。ただそのワクワクが仕事に置き換わるとワクワクが死んでいく兆候がありまして、なので自分の祭壇、オスタラの祭壇にも青いキャンドルで仕事のことをお祈りしたんですけど、まあ、仕事へのフォーカス力と集中力、いかにワクワクを捨てずに仕事と向き合えるか、あとは数字とお金に潜在意識が嫌悪を抱いているのでそこを緩和させてうまく取り込んでいきたいなっていう。仕事っていうのはさっき言ってたその農業法人の話をしてるところ、そう、今はワクワクしてるんですよ。もう一つ取締役で入ってる会社があって、それもアイディアは自分なんですよ。旦那はそれを現実化してしまう人間なんですけど、素晴らしい。そのアイディアだけがぶっぱなって、仕事のこととかその数字が出てくるじゃないですか、やっぱ経営の話とか出てくると、あ、もう本当に悪魔じゃん、悪魔の顔してやってるのでそこをマックと向き合って丁寧に接していけたらなと思っています。なるほどなるほど。どうしてもね、やっぱ自分でやるとそこ無視できないからね、そういう現実的なとこ、そこがマガマガしてないってやつね。わかりました、言ってる意味が、はい、私はそっちに行きたい、言い出しっぺで終わりたいっていうのがあって、何でもやっちゃうから人のお世話を結果的に引き受けることになっちゃいやすいんですよ、どうしても、なぜかで、じゃあ私の番と思って出すと拾ってもらえなくて、あれ誰も拾ってくれない、私がやるんだと思って、うん、なんか悲しくなって一人でやるみたいな、なっちゃうから、やってもらいたい。え、悩みは、あ、そうか、最後相談するって感じなんですか、普段。あ、しないかも、あんまりしないかもしれないです。あ、そうか、最初からすればいいのか。そのキャラが違うから、多分逆に、取り入れさせてもらう。今日はなんか素敵な気づきがありそうな、ね、席のね、順番にも本当に意味がありますからね、融合しましょう、一つに。そうだね、一つになろうセッションとかもやってるんですけど、あんまり共感っていうか、やっぱできないっていうか、まあ、うんうんうんって聞いてあげれることは聞いてあげれるんですけど、もうちょっと寄り添った方がいいのかなみたいな。今こう世の中ってすごいスピリチュアルなブームじゃないですか。してるよね。だけどなんか違うような気がして、表面的というか、でこういう感じでなんか深いところまでとかってやってないんだけど、なんかそういう人の方がやっぱ稼げんのかなとか、めっちゃ共感するわ、それに。なんで本物、あの本質を極めてってる人がそんなに稼いでないというか、なんかバーってこう出てってないというか、社会をこう客観的に見て、なんでこう なっちゃってるんだろうとか、この社会って何なんだろうみたいな、なんかモヤモヤみたいなのはありますね。ちょっと集団に対してのね、課題かもしれない。なんかでも本当私も同じことを感じてるような、なんかタッチングの人多いじゃん、表だけタッチングしてる人ね、そう、ね、いいところだけピックアップして、またね、お金すごいさ、そうそうそうじゃん、そういう人たちですよね。だからスピリチュアルな世界って正直もう言い回し方というか伝え方とかでなんかどうにでもなっちゃうのかなとか、でもそうじゃないよねみたいな。いいのもよ、いや、なんか私はその課題すごい共感するな。使い古されたところがすごいいっぱい回ってる、今そこにお金が動いてるけど、なんか私はね、全然面白くないなと思って。スピリチュアルブームでいろんな人も触れてってるのに、なんで悩みが出るのとか、なんでそこで困るの、結局そうやってふわふわしてるから困ってるんじゃないのみたいな。それってでもこういう言い回し方で伝えてったらぐさっていっちゃうのかなとか、共感してあげたいみたいなところもあるんですよね。本当におかしなことになってる、私は思ってるよ、本当に。ちょっと深い内観になるかもしれない、自分のことを超えたものを見なきゃいけないから深いかもしれないけど、はい、ちゃんとサポートしますので。前回にユールから続いてるんですけど、セルフラブがテーマで 2,3 ヶ月過ごしてきたら、体の声をすごく無視してるってことに気がついて、心も大事なんだけど体ほったらかしだわみたいになって、体の声を聞き始めたんですよ。足はもう歩
きたいって言ってるし、体はもっと動きたいみたいに言ってる。で、私は本当に子育て中引きこもりだったんで、全然動けない体で今で、もうエネルギーもすぐ枯れちゃうみたいな感じなんで、肉体改造ってまずさっきの宇宙子さんの社会性が羨ましいな、いいなって思うのは、そこから多分動けるようになったらもっと社会に出たいっていうのは多分その奥底にあるの。あのユールの時も自分を表現するのが怖いみたいな部分があって、それはまだ残ってるから、表現したい、ちょっと湧いては来てるけど、エネルギーも足りないし、意図がまだない状態。ちょうどいいじゃん、今日、うん、表に出す時だから。あ、そうですね、地中からね、そうだ、私も思った。ちょっと近くて、なんか多分ちょうど今このマジ中間みたいな私もずっとセルフラブをやってるんですよ。でもやっぱりこの自分をずっと隠さなきゃいけないっていう環境があまりにも長かったので、自分を隠さず自己表現をもっとしていきたいなっていうのがあって、いい人とかをやっぱりやってしまうなとか、変わりたいこととかも失敗を許しながらもっと具現化していく、去年よりもっと成長スピードを上げていきたいっていうのと、あとなんか社会性の話とかでも、私なんか社会不適合者だなって思いながらずっと生きてたんですけど、もうちょっとこの社会との向き合い方とか、自分の経済とか繁栄っていうのも自分の中で作っていきたいな。自分の好きなことをこう人とシェアしていくときに、もっと自分を知っていきたい、より自分と向き合って自分を知った上でそういう風になっていきたい。なんかこうすごい豊かだなって、こういろいろここ数年で体感することがすごいいろいろあったんですけど、それをこう回していきたい、でそれをそのお金のエネルギーだけじゃなく違う風にも回していきたいなって思う。それこそ表現して生きるようになりたい、あとはさっきのパートナーとの関係を修復したい、私にとって安心できる場にしたらもうちょっと進める気がする。自然療法とかもやっぱ家でできるお手当とかをしているけれど、病院行けばみたいな感じになったりとか、やっぱちょっとずつこの方向、私がこう違うところに視点を向けるとちょっとずつずれていっちゃって、でなんかそこが溝ができてるんだね、感覚のね。そうか、そうか、保守的なんだよね、男性の。まあ今日の2人のテーマ、バランスっていうのもね、私さっきからこっちもあの文鳥ちゃんに負けないようにサブリミナル効果使っていこうと思ってバランスバランス言ってるけどさ、女性はまさにこのね、おしたらって後でやるけど、お腹の中で0を1に想像する、妊娠とかもそうじゃん、ないものを無から0を1に想像するのが女性の内側に入っていく力だから、感性や感覚って時代の流れを読む力とか、先読みして動く感覚的なもの、直感や第六感みたいなもので動く力が長けてると思うんだけど、男性の性質って1を100にする、現実を想像していく、家族を養わなきゃいけない、お金を稼がなきゃいけない、建設的なんだよね。その力は必要なんです、私たちも。どっちもバランスが必要だと思うんだけど、時代が追いついてくると思うよあのそのために自分も活動してるし、保守的な人ほど大衆が動けば動くから大衆動かしていった方が早いと私は思ってるんです確かに、ね、風の時代ってさっき言ったけどさ、風なんだよ。風の人たちって右に吹きゃ右に行くし左に吹きゃ左に行くし、そういう形のないものに惑わされない方がいいよ。自分がなくなっちゃうから、思考することをやめちゃダメ、自分がしたいことを諦めたらダメだと私は思うから、やりながらどうやったら相手とのコミュニケーションがうまくいくかっていうところをね、今日ちゃんとやりますから、はい、ちゃんと仕事しますから、私だって読ませていただきますまず私の文鳥表現にちょっと文鳥表現に自信を持ちたい、もう一回言って文鳥表現に自信を持ちたい、はい、ちょっと思ってませんなんだよ文鳥表現って、どうね、おーおー、面白い面白いあと表現することを自信を持つ、うん、もっとさまざまな描き方、表現の仕方で文鳥表現をしたいもう文鳥表現っていう言葉を作っちゃってるよね言葉だけ一人
歩きして、うん、形が伴ってないのでもっと今日はじゃあ文鳥表現を固めに来たんだね。ここに来て文鳥表現って一生言い続けてるっていう、せっかくみんなもっと個性、うん、いいよいいよ、いやもう個性、個性ですからそれも、うん、面白いよ。表現の方法、なんかまあタク、いろんなその絵だったりとか踊りだったりとか音楽だったりとか、うん、マーケティングだったりとかデザインとかいろんな表現のタクがあるじゃないですか、うん、それをもっとたくさん知りたい、いっぱい知りたい、うん、っていうのと、誰かの表現の良さを見て私は文鳥しか描けないみたいな、もうやりたくない。うん、誰かのなんかまあ表現、うん、そのコミックイラストをお金にしやすいから描いてて需要あるよなみたいな、うん、私の文鳥なんてみたいな、そういうネガティブになることがあるんですよ。なるほどなるほど。人の良さ見て自分ネガティブになる必要ってないじゃないですか、うん、もう文鳥表現やりたいんだったら人の良さ見て、まあそういう良さもあるよね、私は文鳥やっていくけどみたいな、そういう強さを身につけたいな。なるほどなるほど。たまにその落ちるんですよ、あ、やっぱコミラの方が売れるよなみたいな、しょみたいな、なるんで、そこはもう自分は文鳥表現やりたい。ほらサプリミナル効果で洗脳されてきたよ私も。文鳥書かなきゃいけない気持ちになってきて。文鳥がね、一人歩きしちゃった。でもさ、すごいわかるよ。お金を稼いでるっていうところはやっぱりネックになってると思うんだよね。その他大勢を見た時にお客様のニーズに合わせて書くことと自分のやりたいことを書くことって私は別物だと思ってるんですよ。っていうのも私はもともと商業デザイナーだったので広告の仕事をねしてきたからすごい思うんだけど、相手の求めるものを提供するスキルとしてのデザインって自分の書きたいものを載せる場所じゃないと私は思ってるのね。お金をもらっているし、これを作ってこれが欲しいんだっていう人に対して作ったものに対する対価がお金なわけで、でアートっていうのは内なるものを表現する場所、自由に自分を解放する場所、哲学だと思うんだよね私はね。リベラルアーツって言ってるけどさ、このアートだけじゃなくって文化人類学とか民族学とかね、アートから触れるけど信仰や宗教もそうかもしれない。自分がそこで何に気づいてどうやって自由になっていくかがリベラルアーツだから、ここでの体験はそっちだから、それってやっぱり自分の軸がないとやっぱ周りが羨ましいとかさ、やりたくないこと私やんなきゃいけないのってなってしまう。別にそれを割り切ってやれるんだったらそれはすごく現実的な思想でありだとは思うんだけど、どっちも必要じゃない、生きていくためには。ある程度相手のことを理解して表現してあげるっていう方法も身につけておかないと自分の世界だけで生きてることになっちゃうじゃん。遮断されちゃうと思うんだよね、コミュニケーションが。相手の言葉を使う、相手の気持ちを汲み取る力はすごく必要だと思う。で、文鳥さんとコミュニケーションを取ってると思うんだよね。そうですね。でもそういう人も私は必要だと思う。文鳥の代弁者として。でもそれは突き詰めて一回やってみたらいいと思う。バランスを取っていくって、やっぱりやりきった人しかできないと思うよ、私は。どっちもやりきる。お金ならお金に突っ走ってもいいし、そんで心がボロボロになって、そんで気づくこともあると思うし、もう突き詰めて突き詰めて、アニマルコミュニケーターの人だっているし、うん、そういう道もある。声を聞く。自分だけじゃない、その他のものの声を聞くっていうことを感覚として。バランス感覚は、このリベラルアーツの中にも含まれるんじゃないかなと私は。そうです。思うな。でもすごくいい課題を持ってきてる気がする。最後の方になんかこう、例えば、表現と収入源の方法とか、うん、うまくいやあると思うよ、うん、なんか話聞いてると心のどっかにやっぱそこが羨ましいなとか悔しいなとか、自分もそうなりたいけど今の自分の力ではそこまでいけてない、自分がね悔しいとかきっとあると思うんだ、うん、そこを今日やっていきましょう、はい、すごいいいぞこういう人がね、文鳥さんがやっぱりさ、今日さ土の中に種をまいてそれが成長して芽が出る回じゃない？だから社会を意識した内容が多かったよね。具現化とか現実にじゃあ私何するっていうところをやっぱやりに来てる子が今日は集まってるねー
それが本当のあなたたちなんですよ。でも私たちは辛いじゃん人生って。それってもともと生まれ持ったものじゃないよ。エゴっていう感情、人と人が違うから、ね、片方がなんかもう文鳥になりたいとか言ってやばいよって思ってるかもしれないし、看護師こんなお堅い人が来ちゃったどうしよう、私は鳥の役来たいだけなのって思ってるかもしれないし、違いがあるでしょ。違うから摩擦が起こるね。旦那さんもそうかもしれない。人と人は違う、だから摩擦が起こる。この違いから生まれる摩擦っていうのがこの感情なんですよ。自我、自分を存在させるものでもあるんだけど、本当の私は傷ついてないわけ。傷ついてるのはエゴちゃんのもの。でも普段ここにたどり着けない、自分でそれを消化するしかないんですよ。他人がどうこうできることじゃない。本当の本当の声を聞いていくためにはこの根底にあるところまで行き着かなきゃいけない。まずはいろいろぐるぐる言ってんの。私は自信が、こう見えて自信がないんですよ。誰も信じてくんないちょっと意外でしたもん。そう、でも自信がないからこれだけやるんだよ。人の5倍3倍やるわけ。やって本当に自分のものになったものしか自分のこと信じられないのよ。信じてないのよ、そもそも誰もだから信じられるものを自分で作ってるわけ。私本当に被害妄想で哲学者ルソーもすごい被害妄想だったって、植物学者のソートさんって人も教えてもらったんだけど、いつも石を投げつけられてる意識があったらしいんだけど、すごいわかる。私いつも石投げつけられてると思って生きてるわけよただ病院行った方がいいかもしれない。ケーキカットします。私結婚もしてないのに三角になるでしょ。一番下のとこって生きづらいんだよ。ここまでは尻つぼみなんです。生きづらいんです。先が見えないからみんな怖いの。自分が孤独や無価値感がある、価値がないって認めることはとても怖いことなんです。怖い、すごい怖い。だから認めたくない、だから人に対して怒るわけ。自分が弱いから。この尻つぼみの先まで行けばバーって広がるのよ、希望が。広げる方に変えていく。今はこういう内観とこういう内観をやっていくよっていうことを説明しています。そもそもそこだよね。なんでこんなに文鳥の絵を描きたいの確かにそこも掘り下げた方がいいよ。うん、やってみる、すずちゃん。はい、じゃあすずちゃんの方こっち。全然外側たどり着かん、ここにあ、いいね、視覚化してる。ここが本番だね。そう、たどり着かん。集中してやってごらん。もし調整してあげよう、多分本当の思いはあるじゃん、多分私とかと共鳴してるからさ、二人とも。つかちゃんも本当にそうだけどさ、例えば資本主義へのさ違和感だったりとか、それはありますよね。あと思考することを諦めてしまっている人たちがとても多いから、きっとあなた方はそこに疑問がある、怒りや疑問があるわけじゃん。怒りだと思うんだよね、多分悲しみとか。でその理由を聞いてみたら、なんでイラついてんだろう私ああいう人たちにとか、なんで簡単にお金を稼ぐ人に私はこんなイラつくの、きっと私はこうだからっていうのが出てくるはずだよ。ここにいる人がここに向かうときに見えてないんだから、本来は不安じゃない、当たり前に。確かに人間って見えるものは安心するんだよ、触れるものはメロ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 っつって触れるものは安心するんだよ。でも目に見えないものはみんな不安なの。お金稼げるかな、大丈夫かな、私一文無しになっちゃうかもなとか、不安は絶対あるの。でもその冒険を楽しめない理由があるはずなんだよ。どうして不安になったらダメなのとか、なんで怖いとダメなの、みんな怖くて当たり前のことだけどどうして怖いと私はダメなんだろうっていうところをもう少し振り下げるといいかもね。いいよ、こういうつまりは大事だって。すごい向かってるじゃんここに、超不安なんだよ超不安なの。でもそれでいいんだよ、大丈夫だから。それを聞いてごらん、頑張れ、いいとこまで来てるぞ、いいとこまで来てる、本当に。ありがとうございます。さあやってごらん。
チャクラリーディング。ここで初めて文鳥さんの課題に気づく魔女。具現化人間宇宙古式の内観は他とはちょっと違う。内なる深淵から外なる現実の具現化まで、自分の人生を使って実践し体験し、自分が自分を信じられるまで培ってきた中古オリジナルのやり方だ。誰かのコピペじゃないから人の深みに触れられる。魔術は人の心に寄り添う民間療法だ。だから私は自分から絶対逃げてこなかった。自分を救えた分しか他者を救うことはできないのだから。内なる希望はこれです。もう純粋にこれなんですけど、うんうんうん、けどこれは、はい、これが何、思考なのか本当の声なのかを知りたいってこと。そうですね、うん、感じてるのか、本当の気持ちはこれだと思うんだけど、はい、うん、それすごいいい質問だね、うん、そしたら、うん、これは多分思考も入ってると思うんだよ ね、 そうですね。自分の経験からそう感じたってことだから、うん、じゃあこの理由を掘り下げていくといいと思う。なんで私こうなの、自分目線で自分のとこまで落とし込んで、はい、なんでこうなの、傷ついたこと、なんでこう思ったのか、そう、そこまでいこう。ここに来る子たちは現代魔女パラレル宇宙子に呼応する。自分と向き合うことから逃げない人たち。自分で感じ、自分で思考し、自分で行動し、自分で変えていく。一人一人がしっかりと大地に根を張り、バランスよく私を生きる力を育めるように。あ、すごいすごい。え、めっちゃ優秀なデザイナーじゃん。めっちゃ優秀じゃん。あ、二人ともすごいじゃん。すずちゃん10案まで考えてるじゃん。めちゃくちゃ優秀じゃねえか。すごい。アイディア。素晴らしい。ちゃんと色を変えてるあたりがすごい、ね、いいね。うまいうまい。びっくりしたよ、魔女。やるね、負けてらんねえな。私一番が好きだな。そう、うまいよ、ほんと。やっぱ子供っていいよね、自由にとらわれない。うん、素晴らしい。学ぶことがいっぱいあるよね、子供から。自分の子供みたい。かわいいね。いや、ちゃんとしようか。うん、それがいいよ。誘拐犯だよ。基本ご機嫌な赤ちゃんしてます。ご機嫌な赤ちゃんしてます。赤ちゃん業をやってます。最近、うん、その今通ってる事業所で今までずっと iPad で書いてたんですよ。迷い線がめっちゃ増えて全然書けなかったんですよね。もうずっと書けない書けないって悩んでたんですけど、なんか
宇宙子さんのこの前のお葬式の魔女になる前のデザイナーのお仕事の時にパーテーション作った話とか、急に絵作ったりとか、それ仕事場でやってる人いるんだみたいな、そこまで自分の世界に入り込める人いるんだ仕事場でみたいな、私の職場も割と自由だからもう誰も咎められないんじゃねみたいな、でやり始めてからは自分の絵も描けるようになったんですよ。私もやってみようってなっちゃって、それでものすごくいい刺激受けました。でもちゃんとやることやってからジオラマ作ったの自分の自由なことをやるためには何も言わせないぐらい結果を出すのよ。黙らせるの結果で結果を出してプラスアルファの自分の時間を作れるように、やっぱり人の何倍も努力はしたし、やることやってたらさ何も言えないと思うんだよね。できればその自由にやってる方がちゃんと結果を出す、もうあの人はそういう人だからねなっていけます。結果な、そう、結果を出すことってやっぱり大事だよ、今もさビジュアライズ化してくれてるじゃん今そこに、人に見せる形で伝えていくってすごい大事。さっき不安っていう課題を抱えてたでしょ文鳥ちゃんはそうですね不安っていう課題を抱えてる人って目に見えないものが分からないから不安なので、新しいことをする人たちって他の人がやってないことをする人たち、周りの人がしてないことをする人っていうのは人よりも先のビジョンが見えてるんだよ。やりだした時には他の人からしたら、え、何やってんのこの人とか分からない、周りの人たちには想像できてない、想像が至っていない、その人だけに見えてる先のビジョンが見えてるってことなの。しょうがないんだよ周りの人たち見えないのは、分からないのは。じゃあそのギャップを埋めてくためにはもう見せていくしかないんだよ。見せてってそれがいいものだよっていうことを浸透させるための見せ方をしていかなきゃいけないと私は思ってるのね。だから見せ方にもすごく私はうるさいしこだわりが多いからその言葉一つでもそのニュアンスだと警戒されちゃう、怖がられちゃうっていうのはすごく気をつけてるのね。とにかく私は職場で一人ずっとねジオラマもね気狂ってる人だったけど、あれもリアルな農業とつなげてウェブサイトを作ったんだけど、ウェブサイトを冒険してるようでリアルな畑の野菜の成長と連動したようなものを作って、それはねその時なんかクリエイターの雑誌に取り上げてもらってテレビにも出たよ。そういえばなんて番組だったか忘れちゃったけど、あと雑誌もねなんか外言っていう雑誌、反応反 X って言って、なんか当時自分は IT の先駆けのとこにいて半分農業やってる人みたいな感じでね、なんか先駆けだったんです当時はだからやっぱり周りの人も初めはあいつ行かれたやつだって言って嫌がられてたし何仕事もしないでって言わせないように仕事はやる、もう全然休日出勤もしてたし、おばあちゃんが死ぬ瞬間にも行けなかったんだよ。それで行っときゃよかったって思うけど今は、それぐらい結果を出してプラスアルファでやる、それはやっぱりバランスじゃない。新しいものを生み出していく人が認知されていく、受け入れられていくプロセスも、私が仕事もしないでジオラマだけを作ってたらさ何しに来てんのみたいな遊びに来てるのみたいなことになっちゃうから、やることをやる、そこの現実は絶対無視しちゃダメだと私は思います具現化、まあさすがもう文鳥愛はい、じゃあ始めてください。現代魔女パラレル宇宙子が提供する体験はリベラルアーツを取り入れたアートマジックですが、リベラルアーツは自分を自由にするための教養です。ビジュアライズすること、視覚化することは現実を創造していく魔法の始まり。定期検診のプライベートセッションでその成長をずっと見守ってきた楓ちゃん、彼女がオスタラに書いたのは鳥でもウサギでもなく蝶でした。私は彼女のインスピレーションからいよいよ長く栄養を蓄えたサナギが蝶になるのだと、オスタラのエネルギーをたっぷり取り込んだエッグマジックに感じました。自由なアイディアで魔女を驚かせてくれたアンナちゃん、今回初めてお子さん同伴化の魔女術ワークショップを開催しましたが、失敗することを恐れることなく楽しめる子どもたちから
その強さと勇気、自由の意味をたくさん学ばせていただきました。中でも魔女が注目していた小さな巨匠すずちゃん、いいよいいよ。ここから巨匠の快進撃が始まります。順調ですね。いいじゃんすずちゃん、画伯が止まらないね。すず画伯はすごいでしょ。すごい、一番集中してない？すごい集中力。お言葉が聞こえてこないですね、内側と対話してるこれは。すごい、手をつないだうさぎ側になっている。ミッドサマー感満載の可愛らしいエクマジック。すずちゃんに見えてる世界はオスタラからベルテーンに向けてすでに先が見えているようです。これだけの集中力でウィッチクラフトに没頭できるのはすごい。魔女の才能が十分にありますね。どんな気持ちで描いた？太陽か。未来が楽しみです。大人たちも負けていません。魔法は大人も子供も関係ない。精神世界も現実も性別も年齢も国も人も超えていく。フランスのフリーメイソンと岡本太郎画伯がトレードマークのつかちゃん。つかちゃんちは何のメイソンですか？これ根っこです。根っこなんだ、面白い。根っこが上に来ます。なるほど、根っこが上に来る。私と同じことしてる、はい。対局だからこの2人は。それをなんで、すごいです。今の顔すごかった。え、分かったみたいな。すごい面白い。二人ともそういうアイディアが降りてきたんだね、そこのエリアには。なんか違う出力だからか。そうそうそう、面白いね、確かに。お父さんに見える。優しい雰囲気。あー、気に入った。それ良かったみたいよ。なんで心臓を描こうと思ったんですか？やっぱ毛嫌いしてたものがでも生活を紡いでいたりするから、要やなって思って、生かしてくれてありがとうの気持ちを込めました。なるほど、なるほど。どっちもあるしね、苦手なとこと、ふくわくとって言ってたけど、青と赤で上面動くとこと正のとこどっちもあるしね。確かに。そうですね、その言語化。いや、本当に本当もうマジ水亀さんの知性を感じて。水亀ってそうなの？言語化する人なの？そのなんかイマジネーションをみんなが分かるようにアウトプットできる人たちが水亀のイメージです。自分はどうですか？水亀座と魚座の解釈すっごい難しくて、なんか自分も魚座なんだけどなんか掴めないっていう。こっちもイマジネーションが出てくるんですけど、水亀座はちゃんと言語化して分かりやすくアウトプットするんですよ。それはあるかも。魚座は宇宙人のままなんですよ、なるほどね。そう、アウトプットしてもこいつ何言ってんのみたいな、よく言われる。この違いだなっていつも思う。風のエレメントだからやっぱりコミュニケーション能力が。そう、あ、もう嫉妬。嫉妬ね。嫉妬してたんだ。嫉妬。確かにね、水亀座はそうかもね。宇宙人とも普通に友達になるし、そう、人間とも友達になれるんですよ、これね、どこで相談したらいいんだろうってずっと悩んでること、不意に悲しくなっちゃう。私と話した後に意見褒めてくれたりはするんですけど、最終的にはなんか君にはもっといいところがあるよみたいな、仕事場とか表現の場とかで結構そういうこと言われがちで、何がそういう風に感じさせちゃってるんだろうとか、私の居場所っていつ見つかるのかなみたいな、言い方はそんなに強くはないんですけど、なんかやんわりとあなたの居場所はここじゃないよって言われたりとか、そうなのかなって落ち込んじゃう。そう、それさ言われてさ、自分はどう思うの？言われたことに対してじゃなくて、自分はそこが合ってると思うの？私はここにいたいのになと思う。なるほど、なるほど。なんかここには合ってなかったのかなみたいな、
今いる事業所でもまゆさんのその文鳥はみんな認めてるみたいな。まゆさんの文鳥はね、そうみんな認めてんだよ。でもなんかもっとその文鳥が輝く場所があるからみたいなこと言われて、うん、なんかその事業所で役に立ちたかったのになみたいな気持ちがあるから、なんか時々切なくなったり寂しくなったりすることが、うん、当然の感情じゃない。自分はそこだと思った場所が違うって言われてるんだからさ、当然の感情だと思うんだけど、うん、違うのかもよ。そうなのかもしれない、うん、だってさ今文鳥輝けてないわけでしょそこで。そうですね。だとしたら本当に文鳥さんがもっと輝く場所があるのかもしれない。うん、でもそれを悲しいと思う必要はないんだよ。クラスと一緒でさ学校の、うん、一緒くたにされるじゃん、うん、学校の都合で。確かに会うわけないじゃん。みんなと牛が東京の渋谷のさセンター街のど真ん中にいてもさ、うん、浮くじゃん、うん、そうですね。なんで牛みたいな。牛はやっぱ牛のいるべき場所にいなきゃダメなの。牛が輝ける場所はさもう草原なわけじゃん。そうですね。牛を草原に持って行ってあげるか、うん、渋谷のセンター街に持って行ってあげるかは自分で決められるじゃん、うん、今の状態は渋谷のセンター街で私は牛が輝けると思ってたんだけど、ここじゃないよって言われてる周りの人にっていう状態じゃん、うん、そうですね。そうかも。本当にそうだな。でもそれは悪いことじゃない、本当に、うん、あのそう言ってくれる人はありがたいのかもよ、うん、嫌味で言ってくる人もいると思うよ、中にはいると思う。私もそういう経験あったから、うん、でも後々ありがとうって思える日が来るから、うん、来る、うん、それをポジティブに変えていけばね、うん、そうだな。見てろよだよ、もう何回も言うよ部長ちゃんにも。結果で見せていくしかないと私は思うよ、うん。あれですね、私はもっと文鳥を出して良さげな場所に。今さ、子供たちでさ、すごいキノコだけに詳しい子とかさ、平均的じゃなくて一個特化型でできる子ってすごいいるんだけどさ、好きな人を引き寄せるものにしたらいいんだよ。それは自分の好きなものをアウトプットした時、学校でみんな平均的なものを求める場所でそれをやってても無理なんだよ。みんな文鳥好きでしょって言ったってさ、いやちょっとわかんないっすねってなっちゃうと思うんだよね、うん、文鳥が好きな人は文鳥が好きな場所に行かないと。そうですね。牛さんは渋谷のセンター街じゃなくて草を食べれる草原に持ってってあげないと行かせないと思うし、うん、行かせる場所に持ってくのも自分次第だから、それをどう捉えるかだよね。いやみんなやつだなって、嫌なこと言われたな、悲しいなって終わらせてたらもったいないと思う。そうですね。いっぱいいるよ。私もなんか今のあなたじゃダメ的なこととかあるしさ、私はこの人と今一緒にやりたいなと思ったとしても相手はそうは思ってくれなかったりとか、うん、傷つくよやっぱり。でも傷つくけど自分の力不足を呪うよね私は。絶対そこまで自分を高めようって思う、うん、そのために何をしたらいいのかなっていうふうに動いてるいつも。あ、うん、なんなら抜かそうと思ってる。見てろよだよ本当に。誇りを持って怒ってる。でもありがたいと思うと思うよ。それが力になって怒りでも悲しみでもそれが前進する力になって自分を遠くに連れてってくれるものであったらそれはありがたいくない？そうですね。絶対後から感謝するよ。だんだん勇気出てきた。もしかしたらこの場所、うん、違うのかもなみたいな、努力の方向間違ってるのかもなみたいなのは薄々気づいてた。薄々気づいてた。でもなんか、うん、いっぱいお世話になった場所だから、そうかそうか、そう出る前に何かを還元したいっていう思いがあったりとか、うん、でも相手がさ受け取ってくれないんだったらさ、うん、それは別にもういいんじゃない。相手の自由だし、それは。そうですね。受け取るか受け取らないかは相手の自由で、自分がその時その場所でベストを尽くしたんだったら、うん、もうそれ以上やれることはないんだよ。自分がベストを尽くしたんだったらそれでいいの、うん、どうだっていいの周りの結果は。ああ失敗してるな、間違ってるな、落ち込んじゃうなの一つかもしれないけどさ、うん、失敗しない人ってね成功できないと思うんだよね、うん、こうやってさ今日絵描けないけど来てみたとかさ、うんうんうん、挑戦する人は行動するから、うんうん、絶対変えていけるんだよ、うんうん、
で、言ってるだけで動かない人ってマジで行動しないから、うん、本当に行動しないの、そういう人って、うん、そういう人が変えられると思う、未来なんて。だから失敗を恐れない気持ちがある人はどう転がったってそこからまた目出せるし、うん、絶対大丈夫だと思うよ。アナログで書いた方が、うん、なんか全然直感的に書けるなって思ったのが本当にアナログ素敵やなと思ったところで、私すごいそれ共感するよ。あのデジタルってさ、完成形を目指すために簡単に修正できるし、コントロール Z で簡単に修正できるし、簡単にやり直しができて、そのためにすごい発達してるじゃない、ツールが、うん、でも簡単にできることってマジで誰にでもできることでさ、うん、簡単に流れていくものだから、うん、本当そうだよ。私自分が広告とか作ってる時もさ、もう命削ってさ、睡眠時間削って作ったものがさ、3ヶ月ぐらいかけてさ、魂込めて作るもの、半年間とかかけて作るものがさ、もう今の SNS のタイムライン1日しか残ってないんだよ。どんどん指でスクロールされちゃって、でもさ、自分の時間をさ、5ヶ月も半年もかけたものだから、もっと見てもらいたい、もっと知ってもらいたい、これが素敵なんだよ、こういうメッセージがあるんだよって何回も言ったってみんな見てないわけ。飽きちゃうから、その価値が分かる人しか見てくれないよ。すぐにできちゃって、デジタルであったとしてもどれだけ手間がかかってるかっていうのはやってない人には伝わらない。そう、やった人にしか分からない。本当にそのパッケージするにしても、どういう人がどんな時にどういう場所でそれを受け取るのかみたいな、それまでちゃんとなんか想像できてるみたいな、それは自分が売りたいものはどういう店に売ってあったら嬉しいみたいな、どういう場所と一緒に並んでたら嬉しいみたいな、そういうことまで考えると、自分がパッケージどんな風にするかみたいなのを想像しやすいと思って、いいアドバイスじゃない、すごいっていう風に言ってもらえたんですけど、なんかやり方だけ知ってて、自分はどう見せたいのか、どう見せたら文鳥いいのかなみたいなのをまだ見つけきれてない。なるほど。文鳥文鳥ってもう慣れてきたよね。どんな人に、文鳥を描く人ってすごい綺麗な色合いで可愛い色合いで描く人が多いんですよ、でちゃんとしっかりとした文鳥の造形を持ってして、文鳥可愛いなって表現する人が多いんですよ、私は自分の描きたいやり方で文鳥描きたいなっていうのから始まって、自分がこう感じたままにいろんな形にしたりして、こうやってちょっと不思議なものを見るのが好きな人とかには刺さったんですよ、あとなんか色合いがカラフルなのが好きな人とかには刺さる、文鳥好きな人と、あとはなんかめっちゃカラフルな絵を見るのが好きな人に刺さるといいかなみたいな感じで今はやってる。それだとね、多分まだ弱いわ。どうしてじゃあカラフルな色で刺激的な文鳥を描きたいの？どうして、可愛い文鳥じゃなくて、どうしてそんな刺激的な攻めた文鳥を描きたいの？そうだな、なんか文鳥と接してて、ちっちゃいけどなんかパワーを感じることがあるんですよ。なるほど。で、そのちっちゃいのにめっちゃ強いやん文鳥ってみたいな、そういう印象があるから、私は文鳥さんに対して、そうだから、なんだろう、自分が伝えたいメッセージと文鳥がなんか噛み合うときは強めの色で文鳥を描いたりすることがあって。どんなメッセージで文鳥を描くの？そうですね、何を伝えたいかだよね、文鳥を描くことで。何を伝えたいか、綺麗な絵なんていっぱい描いてる人いるよ、それはじゃあ全然惹かれない、私はこの文鳥ちっちゃいのにすごい強いところに惹かれて、これを表現することで力強さとか前進する力を表現してるんだとか、なんか自分がそれを書くっていう行動に至った感情の動きがあったはずなんで、そこをフォーカスした方がいい。なんで文鳥書いてるの？なんで文鳥を描いてる？力強いなって思ったんだったらさ、別にそれだけでいいじゃん、それを描きたいとまで思わせたわけでしょ、文鳥は。なんで描いてるの、文鳥を？もともとこの形の文鳥はお化けの
文鳥の子で、自由文鳥って呼んでるんですけど、私はこの子のことお化けの子だから、その多分普通の人には見えない文鳥だし、だけどこの子は文鳥だと思って生きてるから、文鳥として見てもらいたいし、文鳥として人間と一緒に仲良くしていきたいし、みたいな、そういうなんか設定を持った文鳥さんがこの子なんですよ。この子が生まれた背景としては、なんか見つけて欲しかったとか、なんかもっと文鳥として接して欲しかったっていうか、なんて言うんだろう、私思うんだけどね、これはあなたなんでしょ、きっと。これはそうですね。ちょっとうるうるしちゃうね。そうそう、そうなんだと思うよ。自分を表現してるんだと思うよ。それでいいんだよ。はい。そう、あ、そうだったのか。文鳥を売り込みたいね、セールスマンじゃなくて、あなたは自分を文鳥に見立てて、力強く私も生きていきたいっていう願いを、私もうるうるしちゃう。文鳥で泣くとは思ってなかったよ。これはあなたなんだよ。そうか。その力強さに魅せられて、私もこんな風に生きたいっていう願いを書いてるんだと思うよ。そう、文鳥に自分の願いを投影してたのか、私は。そうか。そこがしっかりつながれば、伝えたい人も見えてくるんじゃない？そんなあの会社で一緒にいる人全員がさ、なんかそんな強さ見せられてもみたいな、俺大丈夫だよっていう人もいるし、もしかしたら自分みたいに自分を認めてほしいけど周りに認めてもらえなくって、ずっと叫んでるけど誰にも声が届かないのが辛い人たちの背中を押してあげたいのかもしれないし、そういう勇気を与えられるために私はこれを書きたいとかさ、いろいろ見せる場所は限られてくると思うんだよね、みんなにじゃなくて、刺さってほしい人が見えてくると思うんだよ。それはきっと自分と同じ人、見てほしかったとか、気づいてほしかったとか、気づいてほしかった、だからいっぱいみんなに叫んでたじゃん、みんな見て見て、文鳥が好き、文鳥が素敵って言って誰にも見てもらえない、認めてもらえないわ、それは辛いんだよ、辛いけど、でもなんで叫んでるかって言ったら、私はすごい文鳥に力をもらってこんな風に力強く生きていきたいしっていう思いがそこにあるわけだから、それを出していった方がいいよね。あ、その設定もさ、いきなり言われても分かんないわけ、みんな。そうですね、自由文鳥っていう子がいましてって言われてもまずそもそも文鳥でさ多分 90% ぐらいの人がふるいにかけられちゃってるからあのうまく見せてくるんだったら絵本とか、ああ絵本の絵すごく綺麗かも、絵本とか、そう、子供、とかの方向に行くとかね、子供の方に行けば、あの細かい説明いらなくって、コアの部分だけ伝えられれば、子供たちが想像力で膨らませていくものだから、もうもちろんそれでそういう設定があるっていうのはもういいことだし、絵本とかそうかもね、なんかそっち、絵本作家とかそっちの方が向いてるのかもよ。あー、なるほど。はい、そんなとこから答えを本当だ、そう、絵本作家か、絵本作家はメッセージ性が強くない、強いっていうのはみんなにも見て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 っていうセールスが上手い人じゃなくって、今みたいになんでこれを書くのかとか、そういうコアの部分一本だけ、一本だけ、なんでこれを絵本にしてみんなに伝えたいのかっていうものをしっかり持った人が作家性があるってことだから、伝えたいものがあるっていう人が作家になるわけだから、やっぱそこをしっかり作って強化していくと、入ってくるよこの文鳥ちゃんがそう、自分だと思って文鳥を描いていくといいかもね。この子にどんな旅をさせたいのか、どんな風にこんな私がどんな場所に行ってどんな扱いを受けて、いろんな人から、それでも声の届く人がいてとかさ、もうお話できて、そうそう、ごめんなさいね、なんか作っちゃってまあそうか、なんかだんだんその文鳥をやっていって、今の環境で過ごしていくうちに売れるものとか人に説明できるものとか、そういうことばっかし考えちゃってたから、そこがちょっと人に受け入れられないかもなと思って、結構ブレちゃった部分があったり。これ2人ともだけどさ、めちゃくちゃ他人の軸で生きてるんだよ2人とも。みんなに
受け入れられるために動いちゃってるんだよね。それは商業デザイナーのすることです。そうですね、売るためにやるデザインです。文鳥ちゃんそれがしたいわけじゃないでしょ。そうですね、それに向かう。さっき怒ってたじゃん、それに対して。ね、合わなかったんです。必要だけど ね、私は本当にどっちのスキルも必要だと思う、あの見てもらえなかったらないのと同じだと私は思ってるから、その見せ方っていう商業デザイン的な視点も私は必要だとは思うんだよ。もう一回言うけど、俯瞰して自分がどう思われるかとか、この作品どう思われるかなとか、例えばよ、例だよ、私今日卵を作るワークショップを突然やってるよね。はぁって思ってるわけ、みんな。なんでこのさ、魔女さんは急に卵屋さんを始めたんですかって思ってる人もいるよ。もう最近の私の投稿はさ、髪色変えたか卵売ってるかしかないよ。大丈夫ですかって、一銭にもらってない卵をさ、やってるわけじゃん。だからそれで面白くないって言って外れる人もいるわけ、フォローが。あー、でも私のやりたいことは未来への種まきだから、子供たちと一緒にやっている姿を見せていく必要があるし、その意義を伝えていく必要があるわけ。私の目標のために世界を変えていきたいからさ、もっと愛ある世界に変えたいから、差別もなくしたい、境目もなくしたいっていう思いがあるから見せていく必要があるんだよね。それは売るためじゃないから、だからお金でやってないんだよね、そこは。もっともっと大事な伝えたいメッセージがあるから私はそれをやっている。え、子供なのみたいな、スピリチュアルが好きな人とか多分ちょっと離れていっちゃうんだよね、それで。スピリチュアルだけ、自分が豊かになることしか考えてない人とかは、なんか違うって思うかもしれないし、おしゃれに見せてるのが好きな人は、そんな下々まで下る魔女がみたいなふうに思うかもしれない。世界観崩れるんじゃないのって思う人もいるかもしれない。でもそんなのやってみなきゃ分かんなくない、確かに。私も失敗をいっぱいしてる、でもその中から、あ、これは違ったなってやりながら、やっぱりみんながどう受け止めてくれるのかなはすごい見てるよ。だからといってみんなが受け入れてくれないからって言って私はやめないと思う、受け入れてもらえるやり方をやり打ち続けると思う。受け入れてもらえるまで考えてブラッシュアップして変更して、こうだったらみんなに届くかなとか理解してもらえるかな、私の本当に伝えたいこと、これじゃまだ伝わらないんだ、卵で絵描いてるだけじゃ私の本当に差別をなくしていきたいからこんなことやってるは伝わらない、じゃあもっと違うやり方で見せていかなきゃいけない、どんな場所で誰とどういう内容にしたらっていうのは、生きてる限りその思考は止めちゃいけないと思う、本当に届けたいんだったら。だから他人からどう見られるか視点はいつも持ってる。こういう風に感じるかなとか、つまんないって思われたかな、面白くないって思われたかな、絵ってやっぱ難しいのかなとか、みんな失敗するの怖いから、今回人が少ないのは私分かっててこれをやったの。でもやる価値があると思ったの、子供たちに向けて。すごい大人が学ぶことが実際いっぱいあったからさ、でそういうのもバランスだよね。私が伝えていきたいやりたいことと世間が必要ないっていうこと、バランスなんだよ。でも受け入れてもらえるために自分が見せ方をもっともっと良くして、内容をもっともっと良くして伝え続けることを私は諦めたくないなと思ってる。うるうるしてきちゃった、文鳥さん。文鳥に泣かされるなんて想像しなかったよ。ああ、今日生まれたじゃん。愛ですよ。愛なんです。あなたは愛の人なんです。無限大の愛を持ってる人なんです。それは自分に対する愛情を表現してください。自分に対する愛情。みんなにどうやったら受け入れられるかとか、どうやったら売れるかばっかりを考えないで、自分に愛情をかけた時に、私はこんなにか細くてちっちゃい文鳥だけど力強く生きていきたいんだっていう思いを乗せて描いてるっていう、こうやってアウトプットすることは自分自身を救ってる行為なんでしょ。物事が広がってく時って共感だよ。それを
共感した人がこれをいいねっていうの、うん、だからみんなに受け入れられるために商業デザイナーをするんじゃなくって、私を救うためにやったらいいんじゃない、うん、そしたらそれに共感した人たちがその愛が伝わってくよ。もう文章さひどいひどい、鳥に泣かされるなんて。やっぱいつも鳥にぶち切れてる。復讐者がやってきた、鳥の資格がやってきたよ。鳥の資格、鳥の資格が。文鳥まだ書いてないでしょ。この子が文鳥になります。もう力強い、私も書きなさいよもう。サバトの儀式です。オスタラの所作を体験していきます。いい感じでございます。どうやった上手にできた。いい匂いする。やったオスタラの時期には種まきが行われるため、目標や計画を立てるのにも適しています。いいじゃん、いい夢だね。ね、あのオスタラは先ほどお伝えしたように成長するね。オスタラサバトでは紙に始めたいことや計画、叶えたい願いなどを書いて、それを大釜に奉納していきます。じゃあママと一緒に奉納しましょうかね。できるかな。一緒に。あ、いいねいいね。はいはい、ああ、魔法の煙が出てきました。で、たまごちゃんにお祈りしといて、ユニコーンになれますように。かわいい。それぞれの種まきをしたオスタラの魔女術ワークショップサバト、オスタラのエッグマジックで新たな芽を出し、力強く成長するエネルギーをしっかり自分に落とし込んだ仲間たちがいつも共に歩んでいるのだと勇気をくれる。おお、上手上手。はい、すずちゃん、これで、じゃあママに抱っこしてもらって渡してくれる？ありがとう。はい、皆さんのオスタラの日が終わりましたね。詰め放題かわいいね。かわいい。楽しかった。卵に絵を描くのが楽しかった。よかった。上手に描けましたか？この場所にもうこういう人たちが集まったっていうことが、なんかもう楽しいの始まり、うん、話さなくてもなんか絶対つながってるみたいなのが見つかって楽しかった。あのシンクロが初めて感がないというか、なんかぐちゃぐちゃしてたんですけど、ゴールで喜んでる感じも見えた。おお、すごいじゃん、すごいじゃん、すごいじゃん。ユール・インボルクは自分が思い悩んでるみたいな感じのスタートから入ることが多いなって印象だったんですけど、なんか今回最初から楽しい感じの人が多いというか、終わってたっけみたいな感じのところからスタートして、多分これお子供たちも一緒にいたから出てきたエネルギーなのかなっていうのを、あの自分の課題がアウトプットが弱いっていうところなので、そこをこれで特訓させられたんじゃないけど、言ってたもんね、先に集中することをやんなきゃみたいなこと言ってたけど、すごいじゃない。まさに今実践をやらされてるなって、いい機会だなって。違う観点からのこの内観っていうのを、なんか同じ人が本当にやってるのかなみたいな感じの気持ちになりながら、すごく楽しく、積もりまして濃いというか、年間のサバトでちゃんと段階踏んできてる感じするよね。うん、だんだん日が上がってきて、ようやく地上に出てくぞっていう回で、多分次来たら爆裂上がるぜみたいなエネルギーされてやるし、似合うのよ、似合うのよ、わかんないよ、スッとやってるもんな。お休みしますとか
卵に絵を描くのが正直あんまりテンション上がらなかったえそう全然上がらなくて、だからなんか一番最後まで描いてたでも結局描いてったら上手に描きたいとかじゃなくて納得するまで描いてみようみたいな、うん、黙々集中しながら使おうって思ってなかった色を割と今日全部選んで描いてたので、でも本当は結構こういう色好きだったしちょっと距離を置いてた今じゃないかなって思ってたんですけど、もう出してもいいのかなって思えた。楽しかった。かわいい、かわいい。一番ね、ウィッチクラフトの集中力が高かったですからね。すごかったですよ。ちょっと飛んでたもんね。表現したいとかいろいろ言ってたけど、まあ人と交流したいっていう気持ちがすごい出てきてるんだなと思って、うん、人が集まるところで頑張りがちだけど、うん、今日はすごいリラックスしてスペシャルな感じがあったね。そのままで楽しくいられた。前の時はもう自分を見つけるので精一杯、あの癒すので精一杯って感じだったけど、ちゃんと前向きな感じに、うん、やっぱ変わってきてる、ね、と思います。あのちょっとだいぶ深いところにね、ユールの時はそこがあっての今だから、うん、そうですね、本当に、うん、車輪のように回っていく、うん、こうやって深く内観していくこともそんなにできてなかったんだなって思って、うん、やり方とかも学べて、もっと深いところから自分を癒して認めてこう進んでいこうかなって思いました。世の中を見て自分を見つめるみたいなところを今やってるんだなと思うから、うん、そういう時こそね、自分を癒すことを絶対忘れないで、うん、今までにしたことのない体験でした。こんなに自分の中の感情に触れることはなかったし、どちらかというとやっぱり向き合いたくない気持ちの方が多かった。でもそこを超えたら自分の中のハッピーな部分に出会えて、うん、すごい嬉しかったです。よかったね来て本当によかった、ね、そのまずスピリチュアル的な感じのワークショップってみんなふわふわしてる人多い中で、うん、パラレル宇宙子さんはものすごく地に足をつけてしっかり人間もやりつつ魔術もやりつつものすごくしっかりバランス取れてる人だなと思ったから、うん、私が本当に大切なことを叶えに行きたい、そのための力をこう見つけに行く、そういうリーディングしに行く時は絶対パラレル宇宙子さんのところに行きたいって、実際にそのワークショップ受けて見た後もいろんな人の考えやお金にすることとか人の意見とか評価されてる人とかそういうところばっかり見すぎて、いつの間にか最初に作ったものの意思っていうのかな、そういうものがブレブレになっていたのを今回のリーディングをサバトでちゃんと感じきって、あ、ここに戻ってこなくちゃいけないっていう風なことに気づけて、また新しく踏み出せそうで、本当に今日はいい経験ができたなと思いました。めちゃくちゃスッキリしてますうん、すごいいい回だったと思う、文鳥ちゃんにとっても本当に一番体感した人かもしれない、今回のリベラルアーツ一番体感してちょっとふわふわしてたね考えだったりとかビジョンみたいなものがもうしっかり地に足をねつけていってもらえたことが、私はもう本当にもうそれだけでよかったですすごい拍手してくれてる、嬉しいありがとう。オスタラの魔女術ワークショップサバトにご参加いただきました皆様、本当にありがとうございました。今回センシティブな内容であるにもかかわらず、未来の子どもたちが自分の特性を障害だと思わずに社会を生き抜けるよう、今のご自身を開示し未来へつなげるこの問いかけに共に向き合ってくれた勇気ある文鳥さんに心から感謝します。文鳥さんはその素晴らしい個性と理解の追いつかない社会の狭間で今一番難しいケースに向き合っているのだと私は思います。風の時代、この時代、個性が個性がと翻弄され、自分のことで精一杯な人々がはみ出す個性ばかりの社会になった時、私たちは本当に対等であり続けることができるでしょうか。今回私は世の中への問いかけとして、社会からはみ出てしまったデコボコで豊かな個性たちが抱える生きづらさや葛藤と、どこまでも対等に向き合い続ける姿をお見せしました。この動画が多様性の先を見据えた受け入れる社会の育みへとつながることを祈っています。
個性があるからこそ社会の中で生きづらさを感じている人がいます。その方が抱えるものを表に開示していなければ、その情報がなければ、私たちは相手の凸凹を悪とし責めてしまうかもしれません。心の育みは目に見えないものだからこそ、汲み取る力、感じ取る力、自分を相手を理解しようとする情熱と忍耐が社会の育みに問われているように感じます。この動画の体験を通し、私自身がどう感じたかは後日ブログの方に綴りたいと思います。次回の魔女術ワークショップサバトはデルテーンです。徐々に情報を公開していければと思いますが、5月4日5日の土日開催で、すでにご予約を開始しております。こちらの動画を見てご興味ある方は、ウェブサイトまたはインスタグラムの方からお申し込みいただければと思います。同時に動画内で宇宙子が行っていたチャクラリーディングやチャンネルのショートコース、ルーン文字やオリジナルワンド作りなど、その他の魔女術ワークショップもご予約を開始しております。ブログの方に詳細を記載しておりますので、説明欄にリンクを貼っておきます。ご興味ある方はそちらからどうぞ。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録、皆様の黒き一票を何卒よろしくお願いします。